はい、皆さんこんにちは、エルカチャンネルのショーです。今日はですね、こんなものを用意しました。ほら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 、どう変わる。ほら、ペンライト買いました。今度水木奈々さんのライブがあるので、急遽用意してみました。ただ、どれを選んでいいかっていうのがちょっとわからなかったので、周りで持ってる方を、すごいなんか勝手に買っていく、周りで持っている方に教えてもらって、キングブレードっていうところのがいいよって教えてもらったんですけど、こういうのを持つのがちょっと初めてなので、そうですね、まあ3000円から4000円とかぐらいではあったんですけど、ちょっと、勇気が出なかったので、ね、もしかしてこれが最初で最後なのかもしれないし、こっからもしかしたらこれを使う機会が増えていくのかもしれないし、ちょっとわかんないんですけど、ちょっと一発目お試しって感じで、まあちょっと、もうちょっと安いやつを買ってみました。結構やっぱり言ってはなんなんですけど、チャッチーですめっちゃ軽いし、なんかペラペラだし、大丈夫かなこれって感じなんですけど、一応こうやってさっきから変わってるのを変わってるんですけど、何色かに色が変わってくれるので、まあいいかなと思ってこれを持っていきたいと思います。で、ただいきなり言ってもなかなか難しいので、ちょっと練習っていう練習はいらないんですけど、まあ掛け声の時にあーとかあーとかとか、なんだかんだ、まあというなんかその予行練習がちょっとしようかと思いまして、今日は後ろにスクリーンを広げましたので、ちょっと一昨年ぐらいの水木奈々さんのライブを見ながら、ちょっとそのお客さんたちにが映ってるので、それに合わせてちょっとこれをやってみたいなと思います。皆さんどうでしたでしょうか。ありがとう。青青、急げ急げ、危ない。こちらはですね、レイジー振動ドームや、連想花火を作ってくれましたアットマンズアフターズスクールの吉田匠さんの作曲になります。聴いてください、マッシブワンダース。色は何色なんだろう。みんないろんな色があるんですけどね、わかんない。青でいいのかな。ステージ青だし、あ、なんか違う、赤っぽいのにしてやる。急げ急げ。ずっとこれ。あ、違う、上に上げてた。そうか、伸ばすところは上に上げるのかな。難しいよね。
ずっと降るのかな。なるほど、テンポに合わせるみたいですね。上に上げなくちゃ難しい、これ。わあ、これちょっと待って、疲れちゃうよ。わあ、一曲でもきついよ結構。ここめっちゃこうしなくちゃいけないみたい。勝ったな。みんな元気。これは無理無理。きつっ。めっちゃ楽しくなってはきたけど、よいしょ、なんだろう、動かしか、これの使い方がまあよくわからないし、何間でのこの何掛け声とかもよくわかんないけど、行けばなんとかなりそう、どうにかなるんじゃないかな。めっちゃ楽しくなってきた、やっぱり。面白い。わー、まだまだ1ヶ月以上ありますけど、ちょっとやばいっすね、楽しみ。まあということで今日はここまでです。それでは。